というわけで俺のフレンチイタリアンに来ています。なんか静かな廊下で待ってるんでちょっと小声ですが、俺のフレンチイタリアン、俺のシリーズ食べてみたいと思います。はい、店内の方に来ます。フレンチやイタリアンなどを立ち飲みスタイルでリーズナブルに提供してくれる俺のシリーズ、その東京は青山に来ました。俺の立ち飲みスタイルなんですよ。いろんな料理がねすごくたくさんあるんですけども、残念ながら売り切れが続出するんですよね。やっぱり開店と同時にすごく売れてしまうんで、数量限定メニューなんてすぐ売り切れてしまうんですが、それでもいろんな料理が残って、立ち飲みって言ってもねこうそんなに気にならないですね。食べながらワイワイみんなやってるんで、バル感覚で食べれると思います。どうぞ。このカニのねピザもまた、これがまた美味しかったんですよ。これがねまたで、初めて行った結果はですね、まあ確かに立食スタイルでゆっくりね座って食べるっていうわけにはいかないですけども、本当にね楽しく飲んで食べてっていうのはね、音楽がある、これもやっぱり最高ですよ。はい、というわけで俺のフレンチイタリアン、ここはここだけですよ、俺のフレンチとイタリアン両方楽しめるの、青山の。わざわざ東京に来なくても大阪に行ったら俺のフレンチレストラン、俺のイタリアンと両方ありますから、まあ青山まで来ましたけどね、まあちょっと表参道でも歩いてね、ふらっと表参道でも歩きながら帰りますよ。